吉田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日なんですけど、日本医師会会長100人超えの政治資金パーティーを開催っていう記事が出てまして、もう陳謝してるやつですよね。まあ大炎上というかね。そうですね、会見とかメディアを取り上げるっていう。それは東京の議員が静岡のお祭りに参加ということもあって、それを聞いていきたいなと。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。日本医師会っていうのはどういうものなんですか？医療界の、医学界の全てのトップ。それ何を決めるんですか？何を決めるって、その基本全部を仕切ってる。今回のパンデミックのコロナの話でいうと、やっぱり国立感染症研究所っていうのが感染症のトップだったりするんだけど、医学界の最高機関でしょ、間違いなく。そんなにすごいところなんですか？だから当然あの影響力も、それからまあ周評力っていうんですか、あそれは強いですよね。会長ってやっぱそれだけ絶大なあるし、はい、歴代の方ではもう本当にまあ有名な方で、武見太郎さんとかね、これは慶応義塾 の、 あの医学部のまあ重鎮だった方ですけど、やっぱり医師会の会長の中でもまあスターだった方です。もうそれはもう時の総理大臣とかもこうもうね匹敵するぐらいのすごい権力ですよ。でもあの私は失敗しませんとかでもドラマとかでも歩いてくるシーンあるじゃないですか。はいはいはい。ああいうのはもうやっぱやばいんですか、もう人数が。ああ。いやいや、あのもうこの詳しいことは分かんないです。多分それはドラマだから誇張してると思うんですけど。いやでも、そんなにすごいそのトップの方が今は中川会長ということだったんですけど、やっぱりその政治家政界っていうんですか、すごい影響力があるんですか？いやもちろんもちろん、まあ、ごっちゃになっちゃうとあれですけど、政治資金パーティーってのはどの政治家もやってるので、政治家がまあいわゆる何ですかね、あれは集金、まあ、マシンみたいなもんですよね、パーティーっていうのは。だから僕らもあの例えば買ってよって言われて行かなくても2万円のパーティー券を買ったりすることもあるんですよ。よく渋谷のクラブとかであのチケットを配る人いるじゃないですか。あ、来てねみたいな、そういうイメージですか？そうですね。だから1人だったら、まあ、例えば5万円のパーティー券だったら5万円払えば、まあ行っても行かなくてもいいんですけども、それをまあ今回百何十人とかっていうのは問題だし、リモートで参加した方もいるので、おそらくその方からもお金を取って、リモートでもお金を取る。いやだってお金をまず取るっていうことが一つのまあ目的で、全部とは言いませんけど。でもそうするとお金を払っている分、そういう豪華な食べ物とか食べたい、リモートじゃあちょっと割に合わないただそうですよ、ね、画面に表示されるだけでお金取られる。いや一つには、だからその会場とかのホテルとか急にキャンセルしたら本当に泣きを見るっていうのはあります。一般の人たちは納得できないですよね。自分らは自粛しろって言われて、会食もダメって言われてるのに、まあ同じところに百何十人も集まるっていうのはちょっとそもそも問題かなと。僕は友達でその神奈川県知事、まあ、黒岩さん、あの知事になる前からのお友達で、黒岩さんを励ます会とか行ったこともありますけどね。実際行ったのか？ね、ありますよ。あの時はいくらだったっけな、多分2万円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、基本的にはあのどこもそういう席があって美味しいものを食べるとかそういうんじゃなくて、一食です。飲み物もなんだか分かんない、まあ、ビールと、いやいや、だから食べ物はもう本当にもう乾き物に近いサーモンとかね、はい、まあ唐揚げがちょっとあったり、フライドポテトがちょっとあったりとか、そんなそういう程度です。そんな特別なもの全然豪華じゃないんですよ。そうなんですね。もうお酒もだから非常に安い、まあちょっと水割りで飲むしかないなぐらいの感じのそうそうそう、政治資金パーティーとか大体そういう感じなんですか？フライドポテトと唐揚げとみたいな、水割りで飲むしかないなまあまあまあ大体ね、まあすごいいいワインが出ることはまずないですね。全然意外なんですけど、必要経費は抑えて入ってくるものをまあちょっと分けましょうみたいな感じですよいやそれはでも出る人も分かってて、分かってないとちょっと大変ですね僕みたいに分かってないやつ、あれ払ってるの全然ちょっ
感じちゃいますもん、ね、まあまあそういう感じることは多いですよ、だから基本的にチャンネル登録よろしくお願いします。そんな政治資金パーティーの部員となって開催した中川会長はその翌日には会見でもう自粛要請だけではもう限界です、あ言ってました、ね、記者会見でね、まあ二枚舌だよね、国民にお願いするんだったらまず自分たちからっていうことですよね、普通だったらね、だからそっちの方はもう計画しちゃったからもう今更キャンセルできないしとかそういうことなんだろうけど、みんなはびっくりした、だからまあ炎上してるじゃないですか。なんか正直石田さんが焼肉を食べた時の方が炎上してるとなとか思ったんですけど、まあ焼肉のことで言えば、まあ、今回ね、まあ、中川会長に限らずですけれども批判できる立場ではないんですけどね、でもその百何十人とこっちは3人、まあそれもちょっと違うんじゃないかと、こっちの方が大炎上でなんだかあれですけど、うん、問題はありますけれども、まあ、自分としては非常にこう、まあ、襟を正さなくちゃいけないっていうことは思いますけどね。中川会長にとって今国民にそういうのをしないでくれって言ってる立場でバレることの方がメリットとデメリットが釣り合ってない、お金とかでももらえるのかなって聞いたんですけど、それぐらい思ったんですけど、まあ小さなって言ったら失礼だけども、そういうお金ではないと思います。業界団体をよろしくっていう、別にそれが相手が厚生労働大臣であろうが総理であろうが取り持ちをよろしくお願いいたしますっていう、そういうメリットはおそらくあると思いますけどね。そもそもそのメリットとかデメリットというよりも、まあ、見方としては医師会、つまり医療業界のまあトップの方なわけだから、人の流れをなくす方向でね、いろいろ語られてるのにそれはまずいなって、まあ僕が言うのもおかしいけども、そういうことですよね。確かに僕もデメリットメリットでばっかちょっと解釈しようとしてたんで、まあ、そもそもダメなことをやってる。なるほど。続いて東京の議員が静岡のお祭りに参加したということで、たこ揚げしていたみたいな。行かれてたらしいですけど、たこ揚げ。いや、どう考えてもバレたらめちゃくちゃ叩かれて政治人生終わるわけじゃないですか。何で言っちゃうんですかね。まあでも静岡にゆかりのある、まあ、議員さんだと思うんですけどね。例えば塩谷議員とか、片山さつきさんも言ってましたよね。はい、言ってます、ね、だから詳しくは分かんないですけども、片山さつきさんもやっぱり静岡から当選してるんですよ、衆議院では。はい、で今参議院変わって全国比例のトップ当選ですけど、だから顔を出してというか、まあ、喜ばれるっていう感じなのかな。もう政治家になったことないんで分かんないんですけど俺もでも明らかに言ってしまったことによって何やってんだって言われて、自分の評価が下がる方がどう考えてもリスクじゃないですか。まあ、何か有力な、まあ、集まり、まあ、お祭りだったり、それはちょっとね、行かなくちゃって思ったんでしょうねいずれにしても自分にはその語る資格があるかないか、これはお叱りも受けそうなこういう記事なので、この、まあ、サブジェクトに関しては非常に苦しいところでもあるので、まあ、思い出して、あ、やっぱりちょっと自分でねきっちりこういわゆる判断とかしていかなくちゃいけないなと、こう襟を正すようなね、そんな気持ちにもなりました。今日の動画は以上になります。ご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。